皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。中居正広さんが2020年11月30日に放送されたテレビ朝日系10万円でできるかなにゲスト出演。後輩であるキスマイフット2がメインを務めるこの番組での共演にファンからは感無量といった声が続出しています。この番組はキスマイフット2のメンバーが体を張ったロケを行って、お笑いコンビのサンドイッチマンと一緒にスタジオでその VTR を検証していくバラエティ番組です。この日はキスマイフット2がひたすらお世話になり続けている大先輩中居さんが同局中居正広のニュース中居で共演している社会学者の古市憲寿さんと島本舞アナウンサーを率いて参戦。スクラッチ宝くじを買ってその当選金で湾岸エリアを満喫するというロケの模様が放送されました。キスマイフット2から唯一ロケに同行した宮田俊也さんが雲一つない晴天ですよと空を見上げて満面の笑みを浮かべると、雲あるだろ、見てみろよ、7割雲じゃねえかとダメ出しするなど相変わらず厳しい態度を見せる中居さん。普段宝くじは購入しないという中居さんが、僕自身が宝くじだから人生の宝くじを当ててしまったと豪語すると、宮田さんはとんでもなくやらしいですと空回りしてしまうほど高すぎるテンションでツッコミを入れます。そんな緊張する宮田さんをよそに、中居さんは宮田さんの進行を無視。いきなりスクラッチをいそいそと削り出したり、そのくじが200円の当たりだったりと、かなりの自由時振り回されっぱなしになっていた宮田さんが、番組スタッフに中居さんをデキンにしてくださいと懇願するなど、予想外の展開が続きます。中居さんがロトやろう、ロトとロト推しだったところも注目です。確実に稲垣吾郎さん、草なぎ剛さん、香取慎吾さんの3人がロトの CM に出演していることを意識していたと思います。番組中に宮田さんから、今回中居さんがスクラッチ旅に出ていただけるということで、うちのキスマイメンバーから中居さんに質問とかメッセージを預かってきているんでと振られると、うんとここは素直に聞き入ります。最初に出てきたのは玉森裕太さんからの、中居さん洋服返してください、サンドイッチマンの2人から泥棒なの、どういうこと疑問の声が上がる中、中居さんは何か勘違いしてんじゃないかなとまずはさらりとかわします。しかし続いて藤ヶ谷太輔さんからのメッセージが紹介されると、こちらも、あの自分のお気に入りのダウンジャケットは今どこにあるのでしょうかとほぼ同じ内容のクレーム。再びサンドイッチマンは泥棒と怪しがります。すると中居さんは何を言ってるかちょっとわかんなくてときっぱり、ここでもまだ身に覚えがない風を装います。ですが藤ヶ谷さんらはこれまでもテレビやラジオを通じてこれらのエピソードを話しており、以前会食した際に中居さんがキスマイメンバーの私服を試着した末に持って帰ってしまったことはファンの間では有名な話です。問題はその洋服たちはその後どうなっているのかなのですが、何を勘違いしているのか、なんか俺が服盗んだみたいになってるけど、先輩はさ後輩に服をあげたりするわけとしばらくしらを切り続けた中居さんではありましたが、観念したように、ま元気だよとつぶやきます、元気にしてるよと続け笑いを誘っていました。そんな中、ファンが注目したのは、中居さんが着用していた腕時計です。実は、これ、中居さんが退所する際、門出を祝って、キスマイフット2のメンバー7人全員が、お金を出し合って、プレゼントしたと言われている、高級腕時計だったのです。中居さんの退所後、初共演となった、7月18日に放送された、音楽の日では、中居さんが、キスマイを前に、今、20時15分と言いながら腕時計を見せ盛り上がっていました。そんな思い出深い腕時計を
今回の出演時にも着用していたとあって、ファンからは、今日は、キスマイさんの番組に出るからって、キスマイさんにもらった時計つけてくる、中井さんとても可愛いね。まあ、時計は可愛くないお値段なのですが。こういうところなのよ、この先輩の温かさ優しさって。などと、反響が続々と寄せられます。また、後輩がメインを務める番組へ出演したこと自体にも、最近中井くんの番組に後輩くんたちがいっぱい出るけど、中井くんが後輩の番組に出るのはレア。事務所辞めてもずっと大切な先輩後輩な関係が素敵、お互い信頼関係がきちんとできているんだろうな、などと事務所の垣根を越えて共演し合える関係性を称賛する声が上がっていました。番組のエンディングでもスタジオでメンバーたちと VTR を見ていた宮田さんが、みんな気づいた、俺たちがプレゼントした腕時計この日つけてきてくれたの、と嬉しそうに明かします。みんなはしみじみと愛があるねーと語り合っていました。結局は絆の深さを見せつけられる形でこの日の放送は終了を迎えたのでした。ここからはネットの声をご紹介します。キスマイの番組に出て盛り上げてくれてありがとうございます。出ていなかった2人の話題もあったし、中井さんはやはりキスマイにとって良い先輩なんだなって思った。宮っち一人では太刀打ちできないね。昨日見ましたよ。最初は中井くんのペースで宮田くんタジタジでしたが、古市さん劇団ひとりさんまで現れて中井くん楽しそうで笑ってしまいました。時計がキスマイフット2のプレゼントだったのは知りませんでしたが、番組でつけてくるなんて、中井くんやっぱり優しいね。楽しい時間を、ありがとうね。後輩への温かさもあったけど、俺は中井くんのロトやろ、ロトの方にも仲間思いを感じた。ロトの CM は、ゴローちゃん、ツヨポン、シンゴちゃんとスマップメンバー。さりげなく、番組に入れてるのに愛を感じたな。キスマイ、とりわけブサイクをここまで連れてきたのは中井くんの力でしょ。キスマイはみんな可愛いですね。いい顔ぶれで、中井くんもなんだかんだ楽しそうだったし、先輩がせっかく乗ってくれたのにそこはワンじゃないのかよって、宮田くんに一斉に突っ込むキスマイくんたちに笑いました。中井くんは本当に誰に対しても愛情深い。誰かと張り合おうとか足を引っ張ろうとか、そういう邪心が一切ない。芸能界にとどまらず、ファンにも、一般の傷ついた人にも、とても優しい。見返りを求めない大きな器。だから、多くの人に愛される。出だしから、中井くんの暴走ぶりというか面白かったわ。さすが持ってるね。カード削って、早速、200円の当たりを出して、その当たりでまた1枚購入する。テレビのつかみどころよく知ってる。キスマイの番組に出るから、やっぱりプレゼントしてくれてた時計つけるなんて素敵です。ニュース中井の中井くんも、ツンデレ全開だよ。先日の放送では、キスマイ宮田くんが宣伝部長を務める絵本、ピンポンパンポンプの現地リポートがあった。都内のツタヤで絵本を購入したお客さんの反応を宮田くんが現地リポートする内容だった。中井くんは宮田くんに対しいつも通りの冷めた対応、定番の噛み合わないやりとりや中井くんに甘えて以上です、中井さんとスタジオにすぐ返そうとする宮田くんの早すぎる締めが面白かった、笑い。本当は微笑ましそうに見てるくせに画面がスタジオに切り替わると、急に、ツンデレの、ツン、を発動させて、冷たい口調になる中井くんが、すごく面白いんだ。それは、ジャニーズ退所後も中井くんが変わらず、宮田くんを可愛がり、本当に信頼している証だと思う。めちゃ笑ったよ。宮田くんの句も一つない晴天の言葉に、7割句もあると、突っ込む中井くん、おかしかった。玉森裕太くん、藤ヶ谷大輔くんから服借りてるのに返してない中井くんにも笑ってしまう。なかなか当たらないスクラッチくじにイライラする中井くん、宮田くんタジタジになりながら
本当にご苦労様でした。中井くんに、可愛がられてるキスマイフット2、楽しい時間を、ありがとうございました。洋服を借りパクしたりは、当たり前だけど、本当に欲しくてやっているのではなくて、それも中井くん流の愛だと知って、なるほどと感心しました。こんなことされちゃいましたってことが、一つのネタになって、いろんなところで話せて話題になる。それで、キスマイも面白い話ができて繋がってく。中井くんって、そういう気の使い方、愛を実践してくれる先輩。実際、こんな風に話題になるものね。すごいね。ロケ中、ロケメンバー全員、公共の場で、マスクを完璧にしていたのが、好感持てた。マウスシールドで、一般の人に、結構近距離で話しかけているのを、よくテレビで見ますが、本人も取材された一般の人も、感染対策的に危ないと思います。仰天ニュースで、今日も後輩が出演していました。来週は東山出演するようですね。中井が、退所会見の時のやり取りを予告でやっていました。今の形が一番いいような気がする。あとは、木村も含めて元メンバーと共演することかな。中井が、ジャニーズの後輩がやっている番組に出演するのもいいかな。スノーマンにタッキーがいるように、キスマイには中井くんがいてくれて羨ましい限りです。そういう先輩がいるのといないのとでは大きく違ってくる。時短グループにも誰かついてくれないかな。四半世紀前からスマップが好きだった。解散が悔しくて仕方なかった。スマップが終わったなんて思ってもいない。でも、今の中井さんや五郎さん、つよぽん慎吾を見ていると、スマップとして縛られていない今も悪くないのかな、と思ったりする。地図の3人は、もっとテレビも出たいだろうけど。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。